5、6でいいか。もっとかかるかね。はい、ちょっとね。階段降りて、行ってみましょう。これの階段ちょっとなかなか一歩が長すぎるね。ここからね、そこから左やったかな。はい、ここから雨菓子、はい、こちらね。ここから左やったね。左、はい、500メートルあるな、そこから500メートルある。はい、ちょっと急いでみましょう。おお、下の綺麗な公園がなんかあるかね。おお、今公園ずっと工事してたけどね、なんかやってたね。公園ができてますね、下もね。はい、さあ行きましょう。ここはアップから階段できてるね。こういうのだね。もうここから見たら昔のあの船山が綺麗に見えます。二条ダム綺麗に見えますよ。ここから見たら、ほら、これ二条ダムね、船山も綺麗に見えますよ。ちょっと 雨模様やから、まあ、どんなかね。ここからね、ずっと降りていけるんだけどね。展望台に先行きましょうかね。500メーター。あそこから500メーター。500メーター、ちょっと急いで。それでも急いでも5、6分かかるね、これ。ちょっと急い足で行ってるけどね。まあまあ、境じゃないから、まあ、それほどはね、時間かからんやるけどね。この辺は下は2階の地になってます、2階の地ね。この木何の木？この木何の木か言ったら何の木やら分からんな。はい、もうここからこれ皆さんが、これ皆さん綺麗に見えてますよね。はい、こんなところでもたもたしとるからいかんな。ちょっと行かなきゃね。階段があります。階段を降りて、これは下歩いた気配がないな。全然人が歩いた気配がないですよ。これね、足跡がないし、刺されも来てないでしょ。こんな広いこれ。おお。こんなのだいぶあるんですよ。まだ300メートルだ。300メートルだね。はい。おはようございます。まだ300メートルあります。まだね。階段上がって。まあ、誰もほとんど来てないね、これ。歩いた跡がないですよね。この木のフェンスがなかなかね、いいやけど。ここまで来るとは
あと200メートルぐらいですか。この木ってなんだ？この木何なのだって書いてあるんですね。ほら、何？まだ350メートル？いやいや、いやいや、なんだや。河原天道展望台上が350メートルやわ。まだかいな。はい、これ階段型とかも展望台かね。1階からぐらい来とんねんけどね、全然わからんな。こんな遠かったか。あれ、まだやわ。まだでございます。はい、ここで行きましたけどね。これは木の壁な、これ。はい、もう着いたんか。いや、まだみたいですね。500メーターかなりあるね、500メーターは。奈良公園ではな、上からしたら2、3キロ歩いとんのにね。やっぱ鹿がおるからまだね、途中で。あ、左どこでいいけどね、これ。下の木が弱いよ。これ一回厚みで確認してみましょうかね。まだ展望台見えませんけどね。はい、あと展望台とか見えてきましたか。去年桜田頃行ってきてないから、いや、ちょっと覚えてないな。ここね、あ、紅葉見えますわ。お、いや、見える。こちらはどっちになるの？こちらの方が赤坂村かね、そうやろな。違うね。これは飛鳥村だね。これ地図あるけど、この地図じゃ分からんな。そやな、これちょっと分からんね。これではお寺とかあったら分かんないけどね。ああ、そこお寺があるけど、そうです。飛鳥寺ね。うん、はい、どうぞこっち見てみましょう。あそこぐらいやったね。この辺がちょっとね、展望できませんね。あら、ここからも下る道があるな。どこ行くんだろうね、これ。はい、こんなんです。どうだ？わからんな、これ。こう来ると、これが これがこの横が、これ見なさいよね。でこぞーっとこれがうねび今後じゃあうねび以上だよな。でこれが桂木だ。ほんで、封入れて、これが、今後だ。ちょっと見えないけど。手前の山がわからん。で、このちょうど正面がね、ちょっとわからんけどね、この正面が、ね、この手前がやった丘陵で、正面が、これがね、生駒さん。ちょっとよくわからんな。こんな感じでございます。ズームしたかでボケだよね。下がこれ
見えないようにやってね、こんなんです。綺麗ですな。ちょうどここにね、雲海がこのとね、盆地特有の雲海がこれ浮かんでますよね、こんなんで、はい、こんなんでございます。こっち行ってみましょうか。去年来た時はここにね、カメラ置いて、カメラ撮ったんやけどね、置かないからこれ。この後待っちゃうか。まあ、まあね、まあね。回んな。回らへんな。ずーっと、二条山と、稲荷山、木。こんな感じ。動けるね、これ。はい。ね、そうなんです。